さあ今回から雪山張り切っていきたいと思います。ヤンクックをとりあえずですね戦闘のお供にして、やっていきたいと思います。レベリングをね調整しながら全員まんべんなく上げていきたいって言ってもあれだよな、全員上がるんだよな。じゃあとりあえずポポ倒していくか。ポポだよな、これ後ろ取ったんだ。バックアタックでけえな、ポポこんなでかかったっけ。まあ、多分こいつパワーだからスピードで、あバックアタックだから意味ねえな。力え、まあーやべえ、食った、危ない、テクニックを押すとこだったわ。まあこれはねアプノトスとかと同じような感じでしょう。 B あ生肉とポポノタン、えげつねえな。あそこプーギーがいるな。音爆弾、あ村があるぞあそこ、まあ、とりあえず、まあ、いつものごとくあの赤点を目指しつつ行きますか。あそこに行けばイベントが始まるんでね。おっと待て、あれなんだこれ、あれじゃん、名前が出てこねえ名前忘れちゃった。あれでしょ、サメのやつだよね。んなあ、あの洞窟、あの洞窟から山を抜けれるかもな。ちょピッケル、あ猫宅の場所があるね。あのピッケルするとこはちょっとあれだね、見つけたいね。いろいろね防具も変えれるんだけど、あ今の使ってるこのライダーの装備をちょっと強化してるから、まだこっちの方が強いんだよね、新しく買うより。まあ新しく買って強化した方が強いんだろうけど、極寒状態、うわいるね。まあでもこいつらの素材欲しいからちょっと戦っとこうかな。2つのスキルを使うみたいに書いてたな。とりあえず戦うか、スピードだと思うからテクニックで。あ結構硬いな、威圧防御力ダウン狙い、何これ。スキルをさ巧みに使ってくる敵は強いよね。あーメガホンが寒くて動けなくなってる、うお強い。あやばい、一発一発がでかすぎる。戦おう、これどっちか倒したいね、もうそろそろ。吸血、いやー吸血強すぎる。 OK 一体討伐、書きお見舞いだ。 OK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 、いやなかなか手強いぞこいつら。連続スパイクを覚えた。お氷結晶取れるんだ、スクワギルの鱗取れましたね。いやあいつ強いからあんまり近寄りたくないんだけど、向こうに宝箱あるんだよな。やべ来るぞ、向こうから回るかも。おこれこれこれ、ピッケルだよピッケル、マカライト鉱石。まあ、雪山があるってことは必然的に火山もあるぞと、そういうことですよね。で砂漠もあるぞと。砂漠あった、いやまだだよな、まだあの森岡みたいなとこしか行ってないと思うけど、まあ、必然的に、まあ、火山がありの砂漠がありのって感じだと思う。沼地はどうなんだろうな、あんま毒があるとこやだな。お、いいぞ、ホットミスト。このホットミストを使うと、なんかあの、あれをね、溶けるんだよね。オッケーオッケー。まあ、ホットドリンクみたいなもんでしょう。おっと、これなんだ、これ、あ、やべ、ベリオロスだ。ちょ、待って、ベリオロスだから、薬草を俺に使います。これ、戦うことになるんじゃないかな。女の子？あ、ライダー？
かわいい、かわいすぎる、待て。あ、ペンダントより女の子の顔が一番、お前顔じゃない、目が一番わ。いや顔怖すぎよ。女の子を守ってんだなこれは。でも、おお頭がいいね。いいなベリオロス、俺もベリオロス好きなんですよね。かっこよくない？ベリオロス、かわいい、かわいすぎる。山小屋がある、連れて行って手当てをしよう。グヘヘ。越冬洞窟に入ってみるとライダーの女の子は倒れていた。彼女はオトモンのベリオロスに抱えられたまま一向に目を覚まさない。このまま放ってはおけない、手当てのため山小屋へ向かおう。手当てのためね。あらすじが更新されました。どうしたらいいんだろうか。とりあえず戻ればいいのかな。おお、俺ヤンクックで登場したの恥ずかしすぎる。もう、まあ、いいや。ヤンクックでさ登場したのちょっと恥ずかしすぎるんだが、俺もそのベリオロス的なナルガ、ティガレックス的な乗りたかったな。絶対舐められるじゃん。え？何？ベリオロスかな？うわ、出た！名前忘れちゃった。ハクトでしょ、ハクト。そうだ、ウルクススだ。そうだよ、ウルクススだよ。とりあえずウルクススはスピード、いやテクニックっぽいけどスピードだと思うんで、ここはテクニックでいきたいと思います。 OK、 テクニックダブルアクション、ガツガ、キズナップ。まあここは多分テクニックご利用しでねいけると思うんで。あいつ何、雪飛ばし、うわ強っ、ちょ待って強すぎる。まさかの強すぎる攻撃、びっくりした。とりあえず薬草を使いましょう。オッケー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 、これ多分一発耐えれるから、これはテクニックで。やべ、あいつパワー攻撃してくるんだけど、謎。もう一回テクニックで押すか。いや待て、メガホンがテクニックで、あいつパワー来たやばいか、スピードで。あいつ雪飛ばししてくんな、やばいぞ。また俺かーい、あっぶね。アイテム薬草を俺に使おう。危なかった。うー、おいしい。スピード VS スピード、オッケー。こっちの方がダメージはまあ与えてるわ。アイテム薬草をメガホンに使おう。火球いいぞ。よしライド、ここは一旦戦ってレベル2にしよう。また雪飛ばしか。よし、じゃあ見せてやれ、俺とヤンクックの絆技。オッケー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 、力比べ。よーし、オッケー、キズナップ。ここは俺にアイテム使わないとやばいから、薬草を自分に使って。いや強いな、どんどん敵が強くなってくる。いいぞ、テクニック打ち勝っていけ。スピード攻撃、おい、これまだ倒せないのか。じゃあここはもう一回、いやパワーでいくか。待て、あいつテクニック攻撃をしてきたことないから、スピードで。また雪飛ばしかーい。いや雪飛ばしきついな、強すぎる。でもあいつ弱ってない？そろそろ弱ってるな、あいつ。スピード攻撃、もうここご利用そう。ここはご利用して、多分あいつ弱ってるから、テクニックで。
うわー、パワー系攻撃やっべ。これあー、ハートが1個減っちまった。 OK、 力比べ負けないぜ。セイ、オッケー、ライドオンからのウルクスス。さあこれどれ行こうか、スピード行こう。また雪飛ばしか。あいつ雪飛ばしなんか先に行動するようになったんだけど。オッケー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 。あー強かった。いやーなんか最近あれだな、一回死ぬようになってきたな。これやばいぞ、レベリング頑張らないと。ほら白兎獣の毛、びっくりした、急に出てくるからよ。ハート1個減っちゃったな。あいつにハート使いたくなかったな。この先だってさ、雪山じゃん。ティガレックスとかさ出てきた時にさ、ちょっと対処できないな。一回あれだ、村戻るっていう手もあるけど、ちょこいつらの相手をしてる暇はねえわ。ホットミスト飲んでるから多分大丈夫だと思う。ホットミスト飲んでなかったら多分今のウルクスス負けてたね。かっこよすぎだろベリオロス。山小屋まで案内してくるらしい。よし、いっか。猫タクまだ見てないよね、ここ。見たっけ？あ、見てるんだ。入るとき見たやつかな。なんだろう、ライダーさん気をつけろ。なんだ、海から出てくんのかな。え、あーこいつらかよ。お前親玉連れてこいよ、報酬アップのチャンス。親玉を連れてこい、親玉をよ。テクニック、やつ出た、やつな。これ強えんだよな。とりあえず一匹倒そうか。じゃあB の方が食らってんのかな。 B の方が食らってるっぽいから、 B の方にテクニック。オッケーオッケーオッケー、一体討伐で、こっちも、あーいつはテクニックだ、こっちパワーや。吸血こしゃくな。でもさっき銃取られたけど、あレベルアップしたからかな。さっき戦った時はね、銃吸い取られたんだけど、あれか、メガホンのレベルが上がったからか。生肉がな、なんやかんや言うて一番レベル高いからな。しかも生肉も癒しの方向とかいう回復技持ってっから、結構ネチネチしたさ、いやらしい戦い方ができるんだけど。俺の好きな戦い方。あ、ベル要素は。もう早すぎな。俺が戦ってる間にお前、どんだけ前行っとんねん。お、待って、宝箱。瓶の王冠。どこ行ったあいつ。あ、いるわ。あいつがな、ティガレックス見えるんだよな。ハイエナみたいなやつだな。おお、まだ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 、なんで3匹いるんだよお前。これスキルで、いやーどうしよっかな。ちょっと待てよ。いや、いいや。ちょ、スクワギル、A から倒していくか。どうせあいつね、最初ね、スキル使ってくから。そう、威圧。威圧を使ってくからね。いやー、メガホン下げられた。うおー、きつい。ここは自分に薬草を使います。相手がさ、威圧の使い手なんだけど、やべえわこれマジで。スクワギル一体始末。あ、吸血か、威圧かと思ったら吸血だった。ここはスクワギル B にテクニック。あー吸血が強いな敵の。とりあえず B は倒せるだろ、これでパワーで。オッケーオッケーオッケー、あいつが倒したわ、メガホンが。まあこれで倒せるんちゃうんかな。
あいつのんきに威圧ってこようとしてるしな。オッケーオッケー。いやきついぞこれ、3匹とか初めてじゃない今まで。なかなか削られるな。相手の行動するターンが多すぎる。とりあえず回復して、薬草で俺とメガホン回復して、メガホンもう一回ぐらい回復しておいた方がいいかな。まあ、俺もね、なんか休憩とかいうスキル持ってっから、戦闘中に薬草とかじゃなくて自分のスキルで回復することができるから、まあ積極的にあれだな、オトモンの体力は回復していきたい、アイテムでね。さあやっと山小屋着いたぞ。山小屋つくこれ、あーまあ山小屋かな、これなんかちょっと村っぽいけど。猫宅発見らしいぜ。とりあえず山小屋の中入ればいいのかな。グヘヘ、かわいい、かわいすぎじゃない、ちょっと。運んできてやったんだ。助けてほしいなんて誰も頼んでいません。ツンデレ、ツンデレか、その傷ないし。氷河も心許したあいつの名前なんだろうな。俺で言うメガホンとかまんまた、まんまたとか、まんまた、まんまたってなんだ俺。まんまたってなんかモンスターハンターワールドの方のお友猫の名前出てきた。まんまたじゃねえわ、トサカだ。たった一人の大切な家族です。あ、ユリア覚えた。村の外でライダーに会うなんて思ってみなかった。怪我が治って、そう、その怪我の理由を教えてくれ。伝承の義を知る竜人、竜人に認められないと授けてもらえないらしい。同じライダーでも考え方がまるで違うようですね。おい待て、お前とは戦いたくねえぞ。あ、そういうことね。お使いかい、雪山草を取ってきてください。なるほどね、ライドでしか行けない場所に雪山草がいっぱい生えてると、それを取ってこいってことだな。まあ、一応ここも村だから拠点にはできると。なるほど。ジャンプじゃないといけない場所ってことは、トサカを連れて行けということだね。隣の家が空いてる。おい、隣の家勝手に自分の家にしていいのこれ。まあいいわ。自分の家にするわ。ああ、自分の家じゃなかったこれ。あれは、ゆりなんちゃら、ゆりなんちゃらの家だった。ちょっと待って、隣の家ってどっちだよ。こっちか。My house。よし、じゃあ、とりあえず、今日はここまでで、次回からは、雪草かなを取りに行きたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。